新疆のタリム盆地で展開されているタリム油田砂漠道路ゼロ炭素モデルプロジェクトは、中国で最長の太陽光発電灌漑砂漠対策プロジェクトだ。グリーンエネルギー送電が10日までに500万キロワット時を突破し、砂漠対策と環境保護という2つの効果を同時に収めている。沙漠公路每天配套的光伏装置发电 1.1 万度左右，公路沿途109口水源井全部使用清洁电能进行抽水灌溉，并且可以满足光伏发电加储能7小时的技术要求。このプロジェクトでは、道路沿いの井戸建屋に3種類の太陽光発電設備が設置されている。さらにポンプ装置の常時正常運転を確保するために発電プラス蓄電システム方式が採用された。沿線の総設備容量は 3540kW に達し、年間発電量は362万 kW 時になる。沙漠公路光伏发电开启了阳光养绿新模式，我们采取板上发电、板下种植、治沙改土、水资源综合利用为一体的循环发展模式来改造沙漠腹地生态环境。このプロジェクトでは、ディーゼル油の使用量を年間約1000トン減らし、二酸化炭素排出は約3410トン削減できる計算だ。